ちは。ありがとう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとう。あ、やのちゃん、ありがとう。ドバイナイス。ななみちゃん、ありがとう。ビーズリーちゃん、おはよう。あ、トラキチさん、いらっしゃい。あ、あやちゃん、ありがとう。ありがとう、皆さん。こんばんは。あ、メラカちゃん。こんばんは。こんにちは、ありがとう。はい、ありがとう。ちょっとね、あ、トラキチさん。あ、そうそうそう。あんま詳しくは言えないんだけど、うん。今日もかい。ありがとう。そう、仕事決まってね。あの、テロップに書いてるんですけど、今後一切職場の話はしません。職場のことをちょっと聞いてくる人がしつこい人は、ちょっともうブロックしちゃいます。メガホンありがとう。あー、やのちゃん、ナイス、ドンスキー。ありがとう。安心した。ありがとう。社会すぎ。おヒートありがとう。おヒートありがとうございます。引っ越しというか移動だね。うん、移動します。何回目の出荷だよ。ねえ、こんばんは。まあ、あんま詳しくは言わないです。はい、お店のこと詳しくっていうか今後一切話さないので。姉ちゃん大好き、ありがとう。チャリ旅ではないか。あ、BTS さん久しぶり。地震、愛媛地震あったね。これからいろんなことが順調いくといいね。ケリちゃんが幸せでありますように。ありがとう。メガホンもありがとう。タカさんこんばんは。全然こん、そう言わない。お店にリスナー行くのなしです。言いません。あー、今日ナナちゃんね、朝電話してくれた。そういえば今日朝ナナちゃんから電話あったんよ。藤沢ナナちゃん、なんか恋愛の相談だった。なんかゼロワンさんに告白されたって言ってて、苦労が多くてかわいそう。ラブドリンクナイス、ありがとう。ナイス。朝の通話聞いてた？ネイルかわいい。ネイルこんな感じです。いや、コラボはねしばらくしません。てか借金返済できるまでしませんね。ヤミーも心配してくれてた？言ってくれてた私のこと。嘘。無か、今日はっていつも無加工だよ。今日広角レンズつけてないからドアップなだけで、いつも私フワッチ無加工だから。あ、初コメさんごバイナイスありがとう。ちょっとね、仕事についての質問はちょっと受け付けてないので。加工してないよ。ほら、加工してないやん。直樹兄さんも心配してた。そうなん？嘘やろそれは。そんな絡みないんやけどな、直樹兄さん。いや、加工入れてないから私。何回も出荷かわいい。いやいや、山田のワツと、私、山田のワツ、私も無加工やけどな。アリスワも取れた、やのちゃん、そう。ありがとう。あまちちゃん、ありがとう。ななちゃんとキャリーちゃん見てた？あ、ほんと？歯が、歯を直さないのって？これがいいんだよ、私は、歯ガチャが。歯ガチャ。歯ガチャがいいんだよ、私は。ネイルはそうセルフでね、し
ってるから、はい、ハガチャがいいから、私は愛嬌で、ありなっちゃん、ありがとう。そう、ミスはおめでとう、ありがとう。そう、ヤミーにもね、そう出てね、うん、いや、こう愛嬌でしょ、この歯も、ハガチャもね。あー、みどりんこちゃん、あげみふわっちちゃん、ナイス、どっちきー、ありがとう、ナイス、ありがとう。いや、今日りょうだね。りょうっていうのは言ってもいいけど、ふわっちきーかんさん、ありがとう。あ、あのね、あ、もう泣かないでね。配信しないとは言ってたん、配信しないっていうのは、移動してからね、配信しないっていうか、なんて言うんやろ、でもただ、このイベントがね、11日までイベントなんですよ。11日まで今出てるイベントがね、あって、ちょっと配信しないっては言ってたんですけど、そこの部分はちょっとせっかく応援してくれたかリスナーさんに申し訳ないし、ラジオでだったらいい。キリストさん、アナヤさん、感謝やね。そうそう、変なコメントブロックしよう。いやいや、キリストも配信はしていいって言ってたから。みどりんこちゃん、ありがとう、風船。ラジオならいいって言ってたよ。あー、ナイス、あやのちゃん、あげみふわっちゃん、ナイス。みーたんちゃんもありがとう、あげみふわっちゃん、ありがとうございます。ナイス。ラジオだったら配信していいって言ってたからね。あ、おたけさん、なんとかいろいろ大変ですが頑張ってます。変なのブロックする、ブロック解除せっかくしてやったのに、なんかね、そんな言ってくるやつは、調子の乗ってくるやつはブロックしてやる。1万両して一旦帰ってくるとこなかったら、つまるとこなかったら言っておいで。ありがとう。なっちゃ、その時は、言うね。頑張って、ありがとう。ワンピの水着、そう、メロコちゃんがね、送ってくれた。ワンピの水着。またね、来て。配信するね。あー、確認してもいいけど、イキリストも今日朝言ってたけどね、配信は寮ではラジオでしていいって。みかんの皮の服みかんの皮着てねえよ外暑いのに。あー、みーたんちゃん、ありがとう。なんだいさ、別にイキリストくんって言ったり、イキリストって言ったりはするけど、別にイキリスト本人は別に何でも呼び方は呼び捨てでもいいって言ってるんやから。あ、10個ナイス、ありがとうございます。ドンスキナイス、ありがとう。そう、特定されなければいいから、だから何も言わないです、テロップに書いてるように。で、職場のことしつこく聞いてくる人はブロックします。書いてるのに聞いてくる人は。で、せっかくイベントもね、出てるので、ちょっと応援してくれてリスナーさんにも申し訳ないし、私もせっかく今イベントが5位、3位以内入賞なんやけど、このイベント今5位で、ちょっとね、ラジオででも配信します。聞かんかったらいいやん、15、そしたら。別に、ありがとうございますが、嫌なら聞かんかったらいいやん。場所も駅も言わないように気をつけよう。あ、そう、言わないようにね。キリスですか、質問です。キチャーとアナヤさん、声優さん、少しおいしいのに、昨日のポイント、リスワンは、寮費と返済に少しは回します。あ、はい。寮費で4000円、返済に1万円渡しました。
これは花屋さんは知ってます。あ、メガホンさん、ナイス、ありがとう。あ、10倍ナイス、ワチケンカさん、ドンツキナイス、ありがとうございます。ワチケンカさん、あ、ミミキューさんも、カナカナちゃん、ありがとう。俺はまんま聞かないようにキャリーとこは音量下げてます。音量下げるんかよ、そんなに嫌なんか私の子てか、音量下げてまでは見るんかい。あ、メガホンもありがとう、頑張ってね、ありがとう。あ、花屋さんはちなみにこれ店長からも花屋さん聞いてます。あ、でももうあんま言わないんで、料費と返済はちゃんとしてます。89なんか言ってた。けいちゃん頑張れ。あー、ありがとう、とくめちゃん、ありがとう。ベタちゃんごくナイス、ぜひぜひぜひ、ありがとう。かなかーなからありがとうございます。そうだから、あの、このイベントが11日までだから、もちろん仕事メインではするんやけど、ラジオで寮でできるときはイベントだからつけるかな。暑い。不安心そう。花屋さんからありがとう。ま、窮地からなんやそれ。あ、リスナーも取れました。ありがとうございます。こんばんは。もうここはちなみに、あの、まだ移動はしてない。あ、よく、あ、地元っていうか近いか知ってるのか、トラキーさん今でさっきまで出てたけど今出てない。あ、よかった、笑顔が見えて。ぬこりんちゃん、ありがとう。サンバルナでありがとう。まあ、配信はね、あの、多分だけど、イベント配信が終わったらちょっと休むかも。この11日のイベント配信が終わったら、ちょっと仕事集中というか休むかも。このイベントはイベントでせっかく出てるから、ちょっと11日まではしたいんやけど、こんばんは。いや、10日間配信しないとも言ってたけど、イベント配信だから、それはちょっとした方が逆にリスナーさんに申し訳ないからね。無料アイテムとかもいっぱい投げてくれてるし、イベントしかも行きリストも別に配信をしないでって行きリスト言ってないんだから、裏切らないでね。うん、それ以降見れない悲しいけど、頑張って借金なく自由になってほしい。そうだね、そうそうそう、借金返済のためにもね、ちょっと仕事集中して、うん、頑張ります。そう、とりあえず8、9、10、11、よ、今日入れて4日間はするけど、配信よりちょっと仕事を、イベント終わったら集中します。なんで花屋さんさん付けない、キリストをしてない。いや、なんかね、いや、花屋さんは知り合った時から花屋さんって呼んでるけど、イキリストくんのことは私がナイスと付き合ってた時に、キャスでやってた時から知ってて、あ、ふわっちちゃん、ありがとう。ふわっち警官さん、ナイス。いや、その時にね、知ってるか知ってるかもしれんけど、まだイキリストくんがふわっちで配信してなかった時に、私とナイスの枠になんかキャスでなんか赤コラボ上がってきて、めっちゃなんかナイスのアンチみたいな感じ、なんて言うんやろ、なんかエンタメやろうけど、そうそう、知ってるから、昔から。その時にイベリコ豚やらレゴブロックとか私いろいろ言われてて、ナイス
おいハゲ、ナイスはハゲって言われててね。そう、闇とかにも上がってた。昔から知ってる、知ってはいる。あ、寮出たよ。そう。あのナイスにね、そうナイスと私がこう並んで配信してたら、なんかツイキャスでコラボ上がってきて、なんかおいハゲ、隣になんかイベリコ豚みたいなメスを連れてなんちゃらとか、なんかそんな感じのからやったよ最初。それ覚えてるんやけど、レゴブロックみたいななんか女かなんかそんな感じやって、それでてか最初ね、あの結構イギリスと私のこと煽、今はこうねよくしてくれたり助けてくれたりこうね、まあ、なんていうんやろ、こうよくしてくれてるけど、そう結構ね昔はねこういいプロレスというかそんな感じだった。だからその時にイギリスとって言ってたから、多分それでなんか、まあ、最近くんつけてるけど、別にどっちでもいいよね正直呼び方。イベ配信はいいと思います。少しの返済もあるし、でも本当に特定だくされないようにお願いします。大吉お店や寮の支援で、あ、それはね本当に特定されないようにしっかりします。はい、大吉はしないです。そう、あの仕事が終わってからとか仕事の前とか待機中はしない、仕事中はしない。ただラジオだったら寮でもあのできるっていう。何こいつ、リスナーにサメに切られる、恥ずかしい。いやいや特定され、そんな理由じゃないけど、頭大丈夫お前、普通ブロックしとこ。何も言わない、何も言わない、てか何も言わないから、何も言わない。愛嬌ありそうだからやり方人気でそう。のりさんお疲れ様。そうそう、あのあと外に出て、例えば難波の方とか行って配信するは動画でもいいけどみたいな。エブの、いやばそんな、てかね、イキリストくんがいい人でよかった本当にね、よかった。てか何言おうとしたっけ、あ、な、何言おうとしたっけ私。あ、なんか飛んだ話が。あ、何言おうとしたかな、あれ。いや違う、仕事の話じゃない。え、何や、しかも政治について話さんやろこの流れで。忘れることあるよね、野球の話するか。あ、何やったっけ。地震は心配やけど地震の話はしないよね、宗教の話はしないよね。この流れでね、あ、思い出した、あの、いやアンチがねお店を特定したりしようとするやつおるやん、なんかお前お金返せよとか借金返せって言う割に、なんで特定してお金を稼ぐ場所を潰そうとしてくるんって思うんやけど、めっちゃ矛盾してない。あ、これが言いたかった。そう、これが言いたかった。え、やろうメロコちゃん、金返せとか言うくせに特定して邪魔してこようとするっておかしくない。そういうやつらはね、ただ叩きたいだけなんよ。そう、ただ叩きたいだけのやつらだから、そう本当にそんなやつら相手にする価値もないよ本当だよね。
どっちやねんみたいな。頑張ってね、ありがとう。ねえ、私が働くとこ潰してね、店に迷惑かけるなって言ったりね。いや、本当にお前らのせいだろ。本当だよね。ね、暇人なんだろうね、そういう人ってね。ある意味かわいそうなやつだよね。キリストさん、アナウンサーを裏切らないように今度こそ本当に頑張って、ね、頑張ります。ありがとう。お腹空いてない。あ、そう、今日ね、お腹空いてないで思い出したけど、あのメロコちゃんが今来てくれてリスナーさん、メロコちゃんが寮にね、ちょっとプレゼント送ってくれて、その中に入ってたなんかカップ麺とか食べた。カップ麺とあとなんかスープの入れてくれてたからね。そう、太らなそうな、そうそう、太らなさそうなね、糖質オフとか、そういう糖質ゼロか、そういう系の入れてくれててね、ありがとう。そう、よかった。そうそう、あの本当はね、あれだね、何、その配信でね、開封枠とかできてもよかったけど、ちょっと、あ、そう、ちょうどここに、あ、置いてる。そう、これね、メロコちゃんが、あ、そう、あ、こう持ってるよ。メロコちゃんが送ってくれた荷物の、というのご飯食わせやがってって言われると思って、あ、なるほどね。めっちゃね、糖質ゼロとかね、すごいいろいろゼリーのとかね、送ってくれたり。ケイちゃん、周りに振り回せないようにね、ありがとう。リスナーさんにも言わないよ、誰を信じてないとか、そういう信用してないとか、そんなんじゃなくて、誰にもこれは言えない、って。なんかね、開封枠とかね、できてなかったけど、ちょっと寮ではできなかったから。今苦しいけど明るい未来が待ってるから応援してるね。ありがとう、ナイス。頑張るね。まーちゃん、お疲れ様。そう、プライバシーだしね。頑張ってください。ありがとう。ちょっと見る。あ、チャリね、そうなんですよ、トラキチさん。チャリだけね、ちょっとどうしても移動できないから、ちょっと置いてます。あそ、まだあそ、寮に、寮の駐輪場と見たい。なんかそう、カツコツ返して、自分を大切に。ありがとう、ピノコちゃん。山田に頼めたらいいのに。確かに、なんかね、こういうゼリーとか、なんかこういうこんにゃくゼリー、そう、なんか太らないようなね、体脂肪減らすの。そう、これね、すごい、メロコちゃんすごい考えてくれて、これもカロリー、ゼロカロリー、ゼロカロリーのとか、こんにゃくゼリーとかね、あとこういうスープとか、あとなんかこういうのも、そう、これもすごい、糖質 60% オフのこういうお菓子とか、すごいセンスいい、メロコちゃん意識高い。そう、これもね、このクッキー、クッキーも糖質 60% オフ。あ、そう、食べたけど美味しかった。空いてる、食べた。ねえ、私もそういうの知らんかって。いいね、普通のお菓子でもそういうのにするとね、
とこれかわいいマイメロディーのティッシュ。パンチウサギポーチ、あ、フォローありがとう。私フォローさせてもらいました。あー、一緒に頑張ろうね。ありがとうございます。こちらこそフォローもありがとうございます。スイカナイス、ありがとう。めっちゃ可愛いよね、おパンチウサギも、メロディーのボール。メロコちゃんねえ、かわいいのいっぱいありがとう。花屋さんとも話したよ。こういうやつかわいいよね。器がないと思って入れといた、助かる。メロコちゃん器助かる。そうなかったから、ねえ、まあ、他にも色ねえ、なんかカップ麺とかカレーとかねあのご飯のパックとか、これもなんかリップクリームね、優しい。ちょっと見えにくいか。これも開けてみたけどめっちゃ可愛かった。どういうこと？火薬さん、緊急事態。そういう方好き？なんかこう、見えるかな？なんかバラみたいな。なんかこれ、美女と野獣のバラみたい。ちょっと見えにくいか。そのリップは唇の色合わせで勝手に色がつく。え、そうなん？え、めっちゃいいね。すごい。まだつけてはなかったね。優しいリスナーさん。ほんとね。ひろこちゃん。なんて読むんだろう。ラプソリュ、ルージュ、バーズロージ。あ、ランコム？ランコムの、誰が豚に真珠や。ラスロージ。あ、フォローした。ありがとう、ピノコちゃん。フォローありがとう。ん？キリストのアッチ？どういうこと？これなんかね、ちょっとつけてみようかな。あ、メガホン2個、ありがとう。これすごい、なんかここ押したらね、こうやって出る。つけてみようかね。え、そう、いい香りやし、ランコもラージロージって言ってしまう。キャリーちゃんかわいい。ラージロージね、あ、違う、ランコムね。ランコム、ちょっとどんな色になるだろう。こういう感じでつけてみよう。いや、歯に塗らんわ。ね、あ、これ色がね、口なんか何色が自分なんて人によって変わるっていうか違うんやってさ。いや、口紅もこれほとんど落ちてる。落ちてると思うんやけど。いやいや、鼻は赤いやろ。真っ赤なお鼻のってなる。多分ラメは残ってるけど、いや、これ画面で見えるのとこう見るのなんか違う。ちょっとでも塗ってみようかな。自分の口色が合った色になるかそんなわからないかも。なるほど、自然な感じというか。塗ってみよう。
こちゃんがプレゼントリスナーさんがしてくれて、あ、笑顔のけいちゃん1番5倍ナイス、どんつきナイス、ありがとう。じゃあいい、変わらんやって、早すぎやろ、はじめちゃん早すぎやろ。え、そんなすぐ変わるん？血色良すぎ。え、そんなすぐこう変わるんかな。あ、でもさっきより赤くなった。もともと口の色が良すぎる。あ、確かにもともとちょっとあるかも、薄くはないかもしれん。素敵な贈り物ねえ、ありがとう。そう、あのメロコちゃんがね、あのいろいろ送ってくれて、ありがとう。あと水着も、そう、水着をなんかメインでっていうか送ってくれて、水着となんかいろいろね入れてくれてて、こんばんは。え、これでも水着 見せん方がいいかな。なんかワンピースみたいな感じの、そう、なんか水着どうなんやろ、バンはならんやろうけど、まああの水着は一応やめとこうか。ワンピースのね感じなんやけど、私が X にも載せた、でも X 見たらわかります。そう、水着もね、そう、たくさんありがとう、めのかちゃんそう、よかった、ここで見せれてねえあーれ、出荷なのね、賞味期限大丈夫かしらってもう出荷だわよ、よしまよく出荷される豚ちゃんですって袋で発送してよかった。あー、本当やね、みのこちゃん、ちょうどね、よかった。ちょっとね、荷物受け取るの夜になったし、30% オフよ、30% オフの豚ちゃんどうかしら4万5千円の 30% オフよって高っって女の水着って隠す場所ないのに高いよなあ、ビーズリーさんナイス。俺もや、まあ俺もだけど、人生もあり他人ありや、頑張ろう。あ、ありがとうございます、イルカドンチキン、頑張りましょうね。え、隠す場所少ないのに高い、確かに確かにね、そういう言われた。いや、電車待ち、そう、電車はまあいつでも乗ってもいいっちゃいいんやけど、一応9時、あ、まあ、あ、ちょっとあんま言わんとくけど、まあまあ電車待ちって言ったらそうだね、電車待ちかな。まあ移動してもいいけど、ちょっと配信してから行こうと思って、頑張ってね、ありがとう、頑張れ、ありがとう。そう、山だからありがとう。猫バス待ってることにしとこうそうなんよ、猫バス待ってて、猫バスみんなに見せるね、来たら首、あー、そこはそうだね、メロコちゃん、そこは、うん、戻らないかな、うん頑張って、ありがとう。そこはセミプロとカズヤ、なんやそれチャリはね、置いたまま、置いたままなんやけど、まだ。そう、ちょっと、さすがにちょっと電車で持っていけんかな。まあ、もともとはね、こう、この辺で、こう、ね、まあ、昼のバイトするとは言ってたんやけど、ちょっといろいろ、ね、こう、状況が変わったというか、本当は自転車、それであった方が便利やなっていうのでね、取っては来たけど。美容師の免許あるよ、うん、
美容師もやってたけどね、まあ、とりあえずちょっと落ち着いてからかなっていうか、キャリーケースめっちゃ重い服が結構入ってるから、ハーフじゃない、ハーフっぽいタイプ言われる、松平に切られすぎてなんで、なんかそうよく言われるんやけど、私何もしてないんやけど、その松平さんに嘘あったやろ。でもそれ切られるようなことしてないし、松平が服を用意したいへん、そう服ね結構いろいろ持ってきちゃってね、また買うのもねお金かかるしね、体型が無理、バトルで勝ってから言ってこいって言う、私バトル勝ったから一回松平さんに、いやそれ嘘跡かもしれんけどね、このコメントがそうハーフっぽいと言われる、ハーフっぽいとか、なんか沖縄顔とか、なんか外人っぽい、日本人離れしてるよねっていうか、なんか外人っぽいよねって言われる。いや別に細い女が好きって、別に私だって松平さん好きとか、おっさんがタイプじゃないからね、私まずそう、私もタイプじゃないから、細い人女が好きって知らんがな、私だっておっさんタイプじゃないわ、若いイケメンがいいわそれブーメランやろ、タイプじゃないってブーメランすぎだわな、そうだわなチャリどうしようかな、ちょっと今はどうしようもできないんやけどね、あキリスト君からありがとうございます、めっちゃ大変なる立場だと思っちゃう、いやほんまそれなんかブーメランやろ、別に細い女が好きって言うとねえ言われても、別に私だってねえおっさんは好きじゃないし、好きじゃ次の寮のチャリ持っておらん、どうやろうね、次の寮聞いてみたらあれかもしれんけどね、移動するのがね、私が車とかあったらいいんやけど、だわな、勝手に振られるのやめてほしい、それな、同じ解釈をついていつかリアとするとき会いに行くね、あーほんと、あーありがとう、ぜひぜひリアとつもお願いします、ありがとう、誰の手がクリームパンや、私の手がクリームパンや、なんかプニクリームパンみたいって言われる、そう電車でクリーム、なんでもキャリーおすすめですねえメロカちゃんおすすめです、そうメロカちゃんもねまたなんでもキャリーしてくれるって言っててでてかわいいクリームパンに、ひずめにネイルひずめにネイルついてますって、ジャバザハットは似てないから、だいたいネイル、いや、私大阪弁じゃないね、あの、出身愛媛だから大阪弁ではないね、頑張ってね、ありがとう頑張るよし、新しい水着配信待ってますねえ、そうそう水着でね、またあのメロコちゃんが送ってくれたワンピースの水着配信もまたします、うん、ね、まあちょっとね当分ねあれやけど、あでも水着配信って言ったら夏の間じゃないとねいかんから、ちょっと一日休みとかね取れた時、使い方ねえかわいいよね、うん、10日間はまずそこはねまあ休まず働いて、ポール組
さん、ありがとうございます。ペーペーダンスみたい。最近やってないね、確かに。ちょっと踊りサボってるっていうか、踊れてないわ。いや別に投げてくれてないわけじゃないんやけどね。ただあれやな、あんま踊れてなかった。みんなビッキーのが嬉しいんだろうけど。ただそうやね。でもお腹はね、お腹隠します。隠してちょっと次はネタ系じゃなくて、いつも私の腹出しビキニはあのね、お笑い系のネタのビキニ配信だけど、次はね可愛い系でいきます。リップ、これ何だったっけ。リップさっきメロコちゃんがくれたやつかな、やったっけ。あのね、あ、ランコムです。リップそうね、ランコムだ。イエベハル、わからんな、イエベやとは思う。なんか可愛かった。うん、めっちゃいいね。確かにそう、体温でね変わるリップみたいで、うん、可愛い。そう、次の水着配信はちょっと可愛さを出しちゃうという。あきさんこんばんは。ネタ系、いつもネタ系のネタ、お笑い系ビキニ配信だけど、次はワンピース水着で。どういうこと、さっきかやくさんのなんか来るけど、お笑い系ビキニ配信いつもはね。今まではワンピースのあれいいね、こうお腹も隠せるし、こう腕んとこもね袖があるから二の腕も隠せる。そう、いいよね。暗くなってきた。今でも隠れてないけど、どういうこと？隠してないけど。どういうこと？今ってか服で隠れてるけど。ミキに可愛かった。意味がわからないけど、今でも隠れてない。私、152号さんから見て、私って全裸な。全裸で、全裸に見えてる私。今152号さんから見て隠れてないって何？履いてない。安心してください、履いてますよ。全裸はやばいやろ。そのチョキ1枚でもいけるんじゃないかな、これ1枚。変態おじさんみたいに透けて見えてた。全、いやいや全裸はやばいやろ。履くなよって。今何待つというか、電車乗ってもいいんやけど、乗る前に配信してから出ようと思って。直帰これ。いやこれ着てた方が体型ごまかせるんよ。これあの縦に、ベストかな、メロコちゃん。直帰でも通じるけど。ベスト？うん。あ、ジュンさんありがとう。どこ行くの？移動する。うん。どこかはあれだけど。これね、あの、あれなんよ。なんか、縦に長い、あの、ベストだから、縦ラインにこう、なんていう、あじれとも言うね、確かに。直帰でもいいやん、通じるし。じれともなんか言うね。これだけより、なんかね、体型をか、なんかこう見てもらったら。いや、イキリストくんは配信していいって言ってたよ。これなんか、こういう感じで。体型が隠せるん
こう縦ラインにこう出るし、そう、これが ないよりこれある方がなんかね、こうな、これがないよりこうなんか痩せて見え、痩せて 見える、見えるだけやけど、太いけど痩せて見える気はする。その長さがあるから、そう、そうか、そう。なあさん、ビューティー系の時、あーもう来てたね、そう、最近流行ってる。あ、ここは大丈夫、まだ移動してない場所だから、ショーパン、駅で頑張って待って、はい、ありがとう。かわいい。痩せ、自分で言うのはあれやけど、なんか痩せた方がいいよね。もなんて、痩せなもったいないとかなんか言われたりする。めっちゃ明るい色の方が似合う。あ、そうやね、なんか、うん、暖色系というか、こうね、パステルとか、こう明るい系は好きやね。うん、愛嬌ある。うん、女は愛嬌。待機中に自然と痩せれる。どうない、それはないんじゃない。運動するわけじゃないし。いやー、どうやろうね、もう32になっちゃってるけど、でも今のうちをね、30前半のうちに攻めて痩せなね。度胸もある。度胸も愛嬌もありますよ、私は。これなんか150にさっきからなんか一人ずれてない？え、なんか一人このこいつのコメント浮いてない？さっきからこのなんか152号のコメント浮いてない？どうした？なんか私のコメ欄でストレス発散でもしてる？ブロックしてもいいけどね。そう、あ、そうそう、暑いから頭湧いてるね、湧いてるな、なんか一人ずれてるなっていう。うん、特定班とか暇すぎかよって。それ自分で声で移動したら痩せるかも。チャリ旅。チャリ旅がてら。結婚願望めっちゃあるよ、結婚願望は。ただ彼氏いないから。愛嬌だけは誰に負けない。そうだよ、負けないぞ。こんばんは、お疲れ様です。いや、横向いてみてって、それ横向かすか、私に。ぺったんこやないかい。横がぺったんこやらすか。ぺったんこやないかい。私愛媛出身。あ、奈々ちゃんと同じからケイちゃん可愛いって言われてた。あ、ほんと。いや、滑った嘘。うん、一気に話すとき声違うの。同じ最近リスナーで聞きすぎたけど、え、声違う、キリストくんに話すとき。ぺったんこやないかい。おい、さっきお腹出てたやないかい。お腹は出てる。お腹は出てます。お腹も揺らします。お腹もキャリーが踊るとみんなも揺らします。先ほど気象庁から巨大地震速報が出た。愛媛も今後注意せとのことやった。あー、だ、心配やね。そう、愛媛地震あったんよね。そう、日本が揺れる、私が踊ると。あ、今やった方がいいかも。そうだね。
愛媛出身だからオレンジの服買う。みかん色。そう、愛媛ね、友達とか家族いるから心配やけど、大丈夫。水分補給してるよ。仕事は明日から、そうやね、知らない街で、あ、携帯代はね、みろこちゃんなんとか、寮費と、店長に1万返したやけど、まあ携帯代の分は置いてる。何回取るかもしれない情報が、何回取る、怖いね。なんか様子ね、なんか前からされてるけど、猫もいるから、あ、私もばあちゃんち犬いる、ワンちゃん、ねえ、南海トラフ結構四国揺れるやろねえ。ラストの時踊ったら、ね、私がジャンプしないで。今はまあまだ移動してない、移動する前。こんばんは、ありがとう。いや、移動するよ、8時ぐらいに、あ、もうすぐやな、8時前ぐらいには出る。あー、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンダブルニコ、ありがとう。昔ヨシに住んでた、あ、そうなんや、ありがとう。なるほど。こんばんは。あ、ポルさん、ポルさん、ナイス。アゲミフワッチちゃん5個、ドンチキフ、ポルさん、ありがとうございます。ナイス。あ、ポルさん、またまた5個。バイゲロー。ありがとうございます、ポルさん。ポルさん、ナイス。ありがとうございます。あ、ありがとう、ワンちゃん2個。大丈夫かな、現状。ありがとう。私も現状。そうやね。私の現状かな、まあ、なんとかね、決まったから、キリストくんが紹介してくれるところで、明日から、いや明日からというより11日まではちょっとイベント配信はする。でちょっと今ね、いいところにちょっと3位以内入賞のイベントで5位まで行けてるから、ちょっとラジオ配信にはなるけど、仕事外の時間の時に9、10、11はするかな。ただその11以降はちょっと休むかも、仕事を集中して。1日1日大切にね。ありがとう、またまた5個、ナイス、ワンちゃん5個、ありがとう。優先で、あ、いいところ、すごいいいところ、キリストくんがそう見つけてくれってね。大塚がケイに振り回されたよ、楽しかったよ、振り回されて楽しかった。愛媛出身だし、そう、愛媛です、松山。辛く頑張れ、ありがとう、こんばんは。あ、またね、あ、ありがとうね、ありがとう、またまた、ネズミ、ネズミ、ありがとう。ご飯はカップ麺とゼリー食べた。私は松山出身。あ、そうなんや。キリストさん、奈々さん、優しさは絶対せないで。ねえ、頑張ります。ちなみに、知ってる人は知ってるけど、私、リナ猫と同級生で、仲は悪いけど、地元一緒で中学から知ってる。ラジオでする寮で、仕事、
終わってからか仕事前かやったら、ラジオだったらいい。食べ物も節約するよ。うん、せんでいいよなら、みんでいいよ。みん買ったらいいやん。ありがとう、つこめさん。わいの父親が愛媛県よっしーし。ああ、そうなんや。結構いる。応援してます。ありがとう、ぬこにーちゃん。いや、ラジオ配信だったら、量はいいよ。ただ仕事中、待機中とか、そういう時はダメやけど、仕事終わってからとか、仕事前とか、仕事の時間じゃなかったらいい。適当に買うんだけど、自由のペースで頑張るんだよ。ありがとう。同じ中学じゃない、同じ学校は違う、学校は違うけど共通の友達は多い。りなねこが中学で一番仲良かった子が、私が美容学校で一番仲良かった子。共通の友達は多い。で、32。そう。リナネコと私は仲悪いけど、そう。リナネコと同じ中学やった子、リナネコと一番仲良かった子が、私、美容学校で一番仲良かった。そうそうそう。私とリナネコは友達じゃないよ、もともと。しかも喧嘩して余計仲悪いし。20代だと思った。嘘。嬉しい。なんで仲悪いの？いや、ちょ、喧嘩してね。昔、お互い配信者になる前に、リアルで喧嘩して、それから仲悪い。まあ、地元のバーで会って、こう、一緒に飲んだりもしたことあるけどね。そう、間に挟まる。いや、リアル仲良くないよ。知り合いってぐらい、知ってるってぐらい、共通の友達がおって知ってるってぐらい。あ、引っ越してたね、なんか。それはなんか、ふわっち関心のか、で見た。殴り合いじゃないけど、もしなんかスパークみたいなあるんなら、私、リナネコと戦いたいね。ガチでバチバチ同士でやる方がおもろくない？うん。ガチで、ね、バチバチ、司会試合決定そう。リアルでガチでバチバチの方が、こう、なんていうの、エンタメのプロレスじゃないやん。そう、みたい。ハンバルありがとう。スパーク2、もしは成人2。ケイちゃん、この後は、配信はちょっととりあえずね、ここで終わって。仕事無理なく頑張って、ね、ありがとう、盛り上げ猫さん。ありがとう。ナイス。体重差で無理？そうかな。頑張れ、ありがとう。ガチ喧嘩だよ。いろいろあるけど我慢。ありがとう。まあ、リナネコの我慢。身長は同じぐらいじゃない？体重はあれやけど。で、私は、リナネコが配信者する前から私はツイキャス見てて、なんかリナネコが配信しだして、え？と思って。え、あいつやんみたいな。身長一緒やね。そう。もしかしてキャリーちゃん同級生かも。え？松山で？今月、あ、今年33？ 110キロもあるわけないやん。そう、110ってなんなんね。いや、揉めてない揉めてない、昔の話してただけ。リ
リナ猫と、22歳ぐらいの時かな、喧嘩した。リナ猫がキャバで働いてた時、配信してなかった時、私もまあ配信は、その私は美容してた、配信10年前くらいやね。そう、方言で話してみて。方言で愛媛の友達と話すときはいつも方言やね家族とか友達は。なんか配信しだして、配信なんか何、方言が抜けてきた。ケンケン言うよ、なんとかやけんとか。リアル喧嘩のかもしれない、お互い配信者になる前だからね。配信何年目、じゃあ今から方言で話します配信私4年目やけんちょ待って、なんか違和感ある。4年目、配信してない時の喧嘩なの。え、ガチなやつだよ、ガチガチガチ。だって配信者になる前やけん。そう、おげんかわいい。あ、そうそうそう、男関係の喧嘩やね。なんか不自然やね、なんか方言の方が不自然になってきたんやけど、友達と話すときは普通なんやけどね。方言ええよな、方言ね。なんかね、配信してたら抜けてくる。あ、ホストあるある、メロコちゃん。何気ね、ホスト10店舗ぐらいあるよ、愛媛、松山。四国では一番多い、松山がホスト。怒るとどういう風に方言出るの、難しいな。なんかガチで怒るときやったら出るけど、今笑顔でなんか怒るときのセリフってなかなか、なんかあれやな。あ、この辺で許したるわってあげみめっちゃん10個、 ありがとうございます。10個どんつきナイス、ありがとう、みっちゃんありがとう。2番町だね、日町、2番町やけど、町が町っていう字やね。この辺で許したるわまあこの辺で許したろかってちょっとね、イベントね、今ね何位だ、今5位、応援お願いします。無料アイテムもね、まだの方お願いします。愛媛だね、大阪3年ぐらい今。このセルフリアで言うと初めて聞いたいやいや、この辺で許したろかは、あ、でも私ガチで切れたら言うかも、ガメラさんの時言ってたかもあ、あげみふわちゃん10個どんつきナイス、ありがとうございます、ありがとう、ナイス。愛媛のホストから嫌われてるよね。何の話、嫌われたところてんやろ嫌われたところてんやない、愛媛のホストから嫌われたところてん、何の話、嫌われてるよねって嫌われたところで何、愛媛のホストは嫌われてますよねって、何、どうでもよすぎやろ嫌われたところてん、そう今更やろ、20代前半時とかやで、ホスト行ってた私、愛媛のホスト今更すぎ、何嫌われて、何なん、で、だからどうした、愛媛のホスト嫌われても何も思わない、それな、どうでもよすぎやろ、嫌われたところって大丈夫大丈夫大丈夫よ、うん、あ、怒ると声変わるね。これは、でもこれはガチで素の地声やけど。地声は地声やけど。怒るとね、なんやろ。私、この声で、でもガチで怒ってたら逆に変やろ。
切られたところ点使う切られてるでとかって言われたら切られたところ点やろってえ、そこ VTuber なれそう声どうぞ、ありがとう。アニメ声とか言われるね。ツッコミおもろい切られたところ点あとなんかあるかな、そういう系。腹減りマンボウとか言うかも。お腹空いたで頑張ってね、ありがとう。腹減りマンボウ、腹減りマンボウやなーって嫌われて、いや愛媛の人がそういうわけじゃないと思う。そう、親父ギャグ的な感じで、愛媛のギャグなんかな。私使うの腹減りマンボウとか、なんやろ、あと愛媛弁なんか知らんけど、愛媛でだけ多分言われてるギャグかな。愛媛弁聞こえた？そうそうそう、たし、たしかしたかしとか、確かにってこと、たしかしたかしみたいな。あー、たしかしたかしノリでね。あー、たしかしたかし、マンゴーなのかマンボーなのかから、キラーレマンボーやね、マンボー。ごめんけど笑う笑う、ありあげでかさーナイス、やった。あ、当たり前だのクラッカー、そうそう、そんな感じ。メロコちゃん、当たり前だのクラッカーよっこい小一とかよっこい小一、私愛媛が確かしたかし言っとった。あ、やっぱ愛媛で言うんや、これ。うん、決まってよかった。そう、昔の人よね、ちょっとそのよっこい小一とか、当たり前だのクラッカー使う。親父ギャグ連発してる。確かしたかしは山形でも言う。あ、メロコちゃん山形出身。あゆー、確かしたかし、おっさん昭和のギャグじゃん。ケイちゃん平成生まれなのに通じるね。でも初耳、どっこい小一とかね、おじやんとか言ってるやつ、おじやん、何それ。あとなんかな、なんやろ、なんやろな。あ、つらたにえん、あ、つらたにえん最近やね。わろたにえんとかね。うん。暑いけど体気をつけて頑張ってね。あ、ありがとう。バル、バブルバルありがとう。ダルダル、ダルビッシュ。なんか聞いたことある、ダルイってこと？ダルダルダルビッシュ。うん。やまたにえん言ってた。わろたにえんとか。ちゃんなえさんのスキアの天国会があったリアルに何かバイトしたことある？私はね、バイトで言ったら一番最初は美容学生の時に、ガスト、ファミレスのガストでバイトしたことあって、ホールでね。あ、仕事決まってよかったね。あー、ありがとう。そうなんよ、よかった。お疲れーション、あー、それはわかる。か、角膜ペリペリ、え、何それ。お疲れーション、か、か、か、え、おつ、お疲れーションやったらわかるけど、ガストと、まあ、あとバイトっていうか、まあ、美容師の仕事、あとはね、まあ飲み屋さんもある、カフェとか、あ、カフェじゃない、ガールズバーとか、あとはカフェ、カフェ普通に、あの、それは大阪来てからやね、天王寺のミオのカフェで働いてたことある。ガスト時代細かったね、40キロとか、その時は18、19の時やったから、ギャグの難易度高くなってきた。あとはまああのね、火薬さん紹介してくれた工場とかぐらいかな。でも
何の嘘ついた、私嘘ついてないんやけど。天王寺名懐かしい。あー、リズリサールね、天王寺名。そう、ミオのね、私カフェで働いてたことあって。そうそうそう、大阪来た頃よ。うん、来た頃にね、ナイスと付き合ってた時。天王寺名懐かしい。そう。実は、その働いた時は場所は言ってなかったけど、いや、普通のカフェっていうかね、なんかあの、ショッピングも、あ、じゃあなんていうの、あの、レストランのフロアみたいな感じのとこの、あの、なんていうんやろ、あの、ランチとかもあるカフェやね。定食、健康定食とかさ、そういう健康的な感じの、なんか、カフェレストランみたいな感じかな。ミオのそう。付き合っておめでとう、ありがとう。若すのね、スイパラ、あちあちが普通になんかレストランカフェみたいな場所は、まあフードコートっていうかな。その時10キロは痩せてたね、今より。あ、ミオプラザ館の、そう、キューズモールできる前やろ、あれがね、働いてたんでも2年前ぐらいよ。うん。そうそう。キューズモールで、キューズモールいつできたんやっけ？それあんま知らんのやけど。そう。あのね、プラザ館のね、めっちゃ変わった。私がでももう、3年ぐらいかな、でも、3年ぐらいかな、大阪は。できてから、まあそこで働いてたは2年前。キューズモールオープン後か、もう2年前だったら。めっちゃ好きなお店ずっと帰ってた。え、どこか分かった？うーん、変わった。ゆうちゃん、ありがとう。あ、そうそう、そういうとこは働いてたね。健康的なお店が分かった。美味しいよね、あそこ。私のきっかけか、元カレかな。元カレのナイスと付き合ってた時に、まあ、ナイスが、まあ、大阪の人なんやけど、その兼ね合いもあって私も大阪に来たんはあるかな。まあ配信でね、配信なんてやろ、配信でこう都会に出たいっていうのでっていうのもあるけど、大阪なのは、まあ、元カレが大阪だったから最初は来てた。甘かないあったよ、メロカちゃん。甘かないもあった。誰それ、高畑玲子って。逮捕されてないよ。どういうこと？レンジありがとう。あー、全然。こんばんは。ありがとう。イケメンと思って私大阪に出た。あ、出てたことあるの？大阪、メロコちゃんも。イケメンと思って。都会はね、やっぱりいいよね。いいっていうか、都会違うよね。まあ、歌舞伎町とかが、まあ、ね、ホストとかって言ったらレベル高いけど。ナイス逮捕？どういうこと？うん、東京とか大阪、やっぱ都会はねえ、イケメンが多い気がする。何の話？台本って。台本なんかしてないんやけど、いつしたん？家臣？家臣女子フロア、何それ、知らんのやけど。ありがとう。東京も都市直下型地震あるから、どこ行っても地震が長い。いや、ほんと自然災害はね、いつ何が起こるかわからないから怖いね。それ嘘跡じゃない？さすがにそれは、そうなん。
你就会要回开心吗？就是脱臼了，哎呦，又自己。それ本当に？それやばくない？やば。ガチなの？いきなり逃げたい。覗くはやばいよ。YouTube にある？嘘。それまゆちゃんも大丈夫な？まゆちゃん大丈夫なんかな？逆ギレはよくわからんけど、カッシンくん。まゆちゃんも YouTube って言ってた？ふわっちというか、言わずに。ちょっと待って、2人既読つかない、動画もある。YouTube ってついたのか。なるほど。ふわっちっていうか配信って言ったらいかんかったんかな。ふわっちとは言わん、通じんやろうけど、なんかライブ配信って言い方は私はしてるけど、ライブ配信していいですかとかね。まあ、何書き換えた、まあ、YouTube みたいな感じのやつですとか。そう、みたいな感じみたいには言うけど。嫌がるとこも多い。じゃあ、なかなか、じゃあ、ケイスが。大丈夫なんやろか。他の人も映り込んでた。それ心配や。マジか。誰なん高畑って。知らんのやけど。気をつけてね。ライブ配信って言ったらよかったね。YouTube のライブ撮影というか生放送っていうとかで、何か聞かれたら、まあ、ふわっち、私、ふわっちっていう。でも、ふわっちじゃなかなか通じないから、ふわっちっていう、まあ、YouTube みたいな感じです、みたいな。待って、ありがとう。YouTube はカットとかできるけどね。それ NG だよ。生配信ではないね。カットしたり、編集もできるからね、YouTube は。まゆちゃん大丈夫かな？そのこともでも言われてるんかな？家臣くんのだけじゃなくって。まゆちゃんも言われてる。自分たちだけ映しますやったら、まあねえ、心配やけど、ちょっと。てる可能性濃厚。中村俳句とかって言った。女の子が取らないでって言ったのに取った。
それはちょっとまずいかもな。うつさないようにしてたらね、あれやまあいいと思うけど、自分たちだけ写すんでって言って、それで家臣あるよ、家臣行く2回会ったことある、りんちゃん時と、あとまゆちゃんと浅草の祭り行った時にも送ってくれたり、はい、ありがとう。ちょっとね、私そろそろ電車乗らないといけないので、8時ぐらいには乗るんで、ちょっと対してもはーって、あ、マジで、本当 NG さん、ちょっと待ってた方がいいかな、あと5分ぐらいやったら、気をつけて、ありがとう。元彼じゃないよ。自転車ちょっとね、どうにも今できないからとりあえず置いてる。スタート5分ぐらいだったら、あとね無料アイテムまだの方、モヒートお願いします。モヒート3個お願いします。マリナありがとう、ヒートありがとうございます、ありがとう、ヒートありがとう、頑張ってね、ありがとう。山田に頼もうか、あ、今んとこはね、頑張ってありがとう。トラキスさん、今んところはあの、とりあえずね、まあ、多分置いといて、今は大丈夫だと思う。働いた後とかだったら、気をつけて向かっての、あー、ありがとう。マリアゲネカさんもありがとう。モヒートたくさんありがとうございます。あ、メガホン5個ナイス。ありがとう。ありがとう。取りに行く。まあ、あの時はね、自転車あった方が便利っていう感じだったから。ヒートありがとう。電車乗るので、あと5分ぐらいかな。ヒートありがとうございます。4位いけるかな。4位まで、あと5800、これ3位以内入賞できるからね。いや、まゆちゃんこと叩いてないんやけど、私大丈夫かなって心配してるんやけど。疲れ様、ありがとう。これのがチャリワンバーね。チャリは便利だよね。まあ、私特に車も免許持ってないから何も大変だけど、頑張ってね、ありがとう。今日は終わりだね、とりあえず。頑張ってね、ありがとう。お疲れ様です。どうだろう、匿名さんとか NG さん待ってた方がいいのかな。じゃあもうあとちょっとしたら、まあ全然今日じゃなくてもあれだったら、この辺は不便だね、免許ないと。そう、じゃあ体調気をつけてね、またアクアで楽しんでます。あー、了解です、ありがとう。暑いなんか地味に暑い夜だけど、にすんな、ありがとう。ちょっと明日からはね、あのちなみにラジオ配信になります。なのでしばらくちょっと動画はあの見納めになります。入るから、ありがとう、ありがとう。メロコちゃんも頑張る。愛媛も確かにそうだね、免許ないと。あ、ポルさんの件ありがとうございました。あー、よかった、間に合ってよかったです。ドンチキーハートナビ、ドンチキナイス、ありがとうございます。ハートナビ、ハートの中に見えるのはキャリーちゃん、キャリーちゃん、キャリーキャリーちゃん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。花火すいません、ありがとうございます。あやのちゃんもありがとう。りゅうぱうちゃんありがとう。頑張ります。あげあげメガホンも参考、 ありがとうございます。フォローさせてもらいます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってありがとう。じゃあちょっと行ってきますねまたね。とりあえず動画はちょっとしばらくは見納めで。ありがとう、あやのちゃんまたね。めろかちゃんまたね。ひのこちゃんお疲れ様。おつきゃりー。りゅうぱうちゃんまたね。じゃあそれでは皆さんお疲れ様。あ、トラキチさんもありがとう。お疲れ様。おつきゃりー。じゃあ頑張ってきます。またね。まー、あ、ちゃんおつきゃりー。ありがとう。あ、メガホンも5個。あ、メガホンもありがとうございます。ありがとう、ナイス。